皆様、今日はいろいろとこのような素晴らしい会を催していただきまして本当にありがとうございます。コロナ禍の中歌うことができなかったんですけれども、外国語の勉強を皆さんしたいということで、2ヶ月やりましたね。それでこの開催ということになりましたので、それから必死になってやりました。未熟でございますが聴いてくださいませ。曲目はですね、羽生の宿、それから誰もいない海、それからシャンソンの語学を勉強しました、カレハ、それから皆様ご存知のこの道でございます。山田耕作と白秋の素晴らしい曲でございますので、聴いてくださいませ。よろしくお願いいたします。